はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は、ラジオ感覚で聞けるような、動画にしたいと思います。今日のテーマなんですけども、自分の幸せか YouTube の成功かってことでですね、ちょっとお話しさせてもらおうと思うんですけども、僕は現在 YouTube を始めて今の3年目になります。はい。で、どういったジャンルをこうやってるかと言いますと、僕自身は体験系 YouTuber ですというふうに言ってます。はい。で、どういったジャンルをやっているかというと、マッチングアプリとか、婚活系とか、あとは雑談とか、あとはちょっと Vlog 系、料理作ったりとか、あとは結構貯金額とか、全財産とかを公開したりとか、結構こう幅広くですね、やってまして、僕が体験したことみたいな感じをですね、こうテーマ、コンセプトにして、動画投稿を始めました。一番最初のうちは、結構仕事の体験談とか、失敗談とかをこう上げてたんですけども、だんだんですね、そこからこう無職になったりして、無職系の動画になっていって、で、視聴者さんからのリクエストもあって、こうマッチングアプリの動画とかもこう始めましたという感じで、で、おかげさまでですね、最近、そのマッチングアプリで、彼女ができましたと。まだこう、ほんと最近のことなんですけども、で、結構こう、マッチングアプリの結構動画を始めてから、やり始めてから、結構こうですね、チャンネルがこう伸びてきたっていうのもあるんですよね。実際に今こう、ご覧になってる方もですね、多分こう、僕のマッチングアプリ系の動画から、見始めていただいたって方も結構多いと思うんですよね。そこで、今日のテーマなんですよね。タイトルにもある通り、やっぱりこう、マッチングアプリ系とかを主にこう発信していた、僕の場合ですね、の、こう、末路というかですね、になるんですけども、結論が先に言うと、僕は一応こう体験系 YouTuber というふうには、言ってますけども、皆さんがどう思うかっていうのはね、皆さんの自由なので、マッチングアプリ系、婚活系 YouTuber だっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですが、マッチングアプリ系とか、婚活系の YouTuber が、その、彼女ができた時とかですね、っていうのは、もうその後マッチングアプリ系の動画って、なかなかこう、本数減ってるじゃないですか。で、これがやっぱ最大のこう、ジレンマだと思っていて、結構マッチングアプリとか、婚活系の動画って伸びるんですよ。はい。で、自分のこう、チャンネル登録者数以上のですね、結構こう、再生数をですね、安定してこう達成できるんですよね。はい。言ってみればこう結構需要があるという感じだと思うんですよ。僕が始めた時というのは、男女比率で言ったらですね、視聴者さんの男女比率で言ったら、本当ね、もうほぼほぼ男性だったんですよ。うん。でも、そういったこうマッチングアプリとかの動画をやり始めてから、今は、男性が 7.5 割ぐらい。女性が 2.5 割ぐらいの割合に増えたんですよね。そういうのもあって、結構ね、見てもらえるようになったんですよね。ただ、こう、マッチングアプリとか、婚活の動画っていうのを、ずっとですね、やっていくっていうのは、かなり、辛いと思うんですよね。はい。実際にずっとやってるってことは、パートナーができないってことじゃないですか。で、ただ、ずっとやってれば、その、安定して再生数上がっていくとは思うんですけども、ただずっと彼女はできないと。でも、マッチングアプリの動画をやっていて、皆さんからのアドバイスとかをですね、吸収させてもらって、彼女できたら、マッチングアプリの動画を今度上げられないというですね、もうものすごくね、こうジレンマみたいな感じになっていくんですよね。はい。で、僕も今それにこう、ぶち当たっておりまして、自分の幸せか、YouTube の成功かっていう、ちょっとサムネイルにさせてもらったんですけど、もちろん自分の幸せっていうのはやっぱりこう、なんていうんですかね。今こう彼女ができて、すごく幸せですと。彼女がいるっていうのがね、やっぱりこう、精神的にも安定しますし、一緒にこう同じ時間を過ごすことによって、なんですかね、こう、従属感というか、すごくね、幸せな気分というかね、そういった気分を、そういった気分になりますと。一方でやっぱりこう、マッチングアプリ以外の動画っていうのは、なかなかこう、伸びないというか、マッチングアプリに比べれば、再生数は少ないわけですよね。そういったところで、今けど YouTube の収益もどんどんこう最高収益をこう達成していたところだったので、
そういった意味で、多分これから、収益は多分減っていくと思うんですよ。多分ですね。なっていくと、せっかくここまでやってきたけども、またこう、収益がぐっと落ちてしまうのかみたいなね。まあそういったことを考えてしまって、だから結構ね、こう、もう、すぐね、ジレンマなんですよ。何回も言いますけど。はい。これはですね、去年、彼女ができた時も、確かそうで、やっぱりこう再生数は下がったんですよね。うん。下がりましたと。で、まあその時、ちょうど去年彼女ができたあたりの時に、YouTube の収益化が、できた時だったんですよね。それとちょっと被って、これからグッと行くタイミングでですね、まあ、彼女ができて、そういったマッチングアプリの動画ってあんまりこう出さなくなって、結構再生数下がったっていう感じだったんですよ。なので、これは多分ですね、本当にこう、マッチングアプリ系とか婚活系、本当にこれ、それ主体でやってる方とかっていうのは、かなりですね、そのジレンマを抱えてるんじゃないかなというふうにね、僕は予想できるわけですよ。はい。これはとある YouTuber の方がおっしゃってましたけども、やっぱりこう、ずーっとですね、そういう婚活をしていて、ずーっとこう、まあ、振られ続けるみたいな感じですよね。ずーっと振られ続けるっていうのも、なかなか不自然ですよねっていうふうにこう、おっしゃってた方がいらっしゃったんですよ。で、まさにそうだなと思って、やっぱりこう、数打ち当たるではないですけども、ずっとこう、マッチングアプリとかね、やってれば、やっぱりこう、相性がいい人と多分出会うんですよね。僕でもですよ。まあ、僕自身でも、マッチングアプリをね、始めて、今二人目ですよね。今二人目の彼女なので、僕でもこう、まあ、お二人と付き合えたってことですよね。なので、まあ、そこまでずっとこう振られっていうのもね、やっぱりね、不自然だなと思うんですよね。うん。はい。なので、まあ、いつかは、そういった終わりが来るんだろうなっていうふうに、まあ、思うわけですよね。はい。で、今僕が思ってるのは、もうそういったマッチングアプリとかの、まあ、動画にですね、こう頼らないで YouTube の、まあ、再生数をですね、こう上げていく、まあそういった動画を作れればなというふうに思ってるんですよ。だから、言ってみれば、こうマッチングアプリを見てくれて、僕のことを知ってくれた方は、まあ離れていくかもしれませんけども、もうそれは仕方がないですよね。それも僕に、コントロールはもちろんできませんし、それはもう、まあ、それは自由だと思うんで、まあ、そこは仕方ないんですけども、ここから、ですね、もう一回ですね、そういったマッチングアプリ系以外で、皆さんに価値のある動画をですね、まあ、作って、見ていただくっていうことをですね、まあ、していきたいなというふうに思ってるんですよ。チャンネル登録者さんとファンの方っていうのは、ま、違いますよね。もちろん両方嬉しいんですけども、チャンネル登録者さんっていうのは、僕のコンテンツが好きで見てくれてる方なんですよね。まあ、例えばマッチングアプリの動画が好きで、まあ、チャンネル登録をしてくれましたと。ただ、僕は別にこう、Vlog とかそういった動画を出した時は見ませんよ。まあ、貯金額とかも見ませんよ。ただ、マッチングアプリの時だけは、まあ、見ますよっていう。まあ、そういった方はですね、まあ、チャンネル登録者さんだと思うんですよね。で、ファンの方っていうのは、最初は、そういったマッチングアプリ系の動画から僕のことを知ってくれたんですけども、見ていくうちに、こう、僕の人柄というかですね、そういったものを好きになってくれて、まあ、しんすけさんが出す動画だったら、まあ、どんな動画でも見ますよって方がですね、こう、ファンの方だと思うんですよ。で、大事なことは、ファンの方をですね、どんどん増やしていくってことがですね、やっぱり大事だと思うんですよね。はい。今 YouTube でこうトップ YouTuber とか、まあヒカキンさんとかもそうですよね。まあヒカキンさんが出す動画だったら、どんなものでも見たいっていう、ファンの方があれだけいるからこそ、まあすごい再生数だと思いますし、まああれだけの人気があるんだと思うんですよね。今トップ走っている YouTuber の方っていうのは、まあ、コンテンツが最初あって、そのコンテンツからその人の人柄を好きになって、ファンの方が増えて、今のこう地位にいると思うので、まあ、僕もそういった、ファンの方をですね、まあ、地道にですね、こう、作っていくっていうことをですね、まあ、これから、やっていこうというふうに思います。はい。まあ、彼女ができたことはめちゃくちゃ嬉しいですし、本当に皆さんに感謝してます。いろんなアドバイスいただいて、それをまあ実行してって、彼女ができたので、すごく嬉しいです。ただやっぱりこう、それと同時に、そういった YouTube の方が、伸びなくなっていくっていうふうに思うと、
まあ、そこはね、すごく怖いんですけども、これで今一番、やってはいけないのは、動画投稿ですね、しなくなるとかですね、そういうことが、本当に良くないと思うので、まあ、昨日もですね、こう、もう台本ノート見ながら、どうしようどうしようとかって思ったんですけども、まあ、悩みながらでもいいから、動画をどんどん出していこうというふうに思ってます。まあ、皆さんから本当リクエストとかもいただいているので、外出動画とか、あとファッションの動画とかですね、まあ、そういった皆さんのリクエストにもお答えさせてもらいながら、まあ、自分らしい動画というか、本当にこう、まあ、体験系 YouTuber として、まあ、いろんな体験をして、まあ、それをね、動画にできれば一番いいなというふうに思ってます。はい。結構自分の中ではね、結構料理動画とかも好きで、はい。まあ、そういった動画も定期的にこう、上げていこうというふうに思ってます。そうですね。なので、やっぱり、一番大事なのっていうのは、やっぱりこう、自分の幸せだと思うんですよね。うん。自分がやっぱ幸せであって、まあ、それを土台にして、YouTube もやっていければ一番ね、いいと思いますし、そして YouTube のこう、再生数だけをですね、追っかけてしまうと、本当にこう数字にね、囚われてしまうと思うんですよね。本来の目的をこう見失っちゃうと思うので、ただやっぱ YouTube やってると、どうしてもこう数字にですね、こう、囚われちゃうんですよね。うん。僕も毎日、何回も何回も見てますね、数字は。もう何回も見てます。で、今おかげさまで、チャンネル登録者さんも、今2550人ぐらいですね、まで来てまして、はい。ただね、その彼女が、できたぐらいから、もう本当に、伸びがですね、すごくこう緩くなってきましたので、まあ、僕は3000人に行ったらライブ配信をしますというふうに言ってるんですけども、まあ、そのね、結構その3000人っていうのがね、あと450人ぐらいなんですけども、結構やっぱ遠いですね、はい。なので、まあ、さっきも言いましたけども、でもやっぱりこうね、どん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 動画を出していくってことはですね、やめないで、YouTube は、続けていこうというふうにね、思ってますので、もう今220本以上出してますからね、本当に、もう自分で言うのはあれですけども、200本もね、YouTube 投稿できるっていうのは、多分これはもう才能だと思うんですよ。はい。僕は普通の仕事っていうのはね、あんま続かなくて、もう職を転々としてるんですけども、ただこの YouTube はね、そこまでできたってことは、YouTube は自分に合ってるんだと思って、そこはね、まあ、自分を認めてあげようと、認めてあげて、YouTube をね、これからもね、頑張っていこうというふうに思っております。はい。今ですね、やっぱマッチングアプリ系とか、婚活系の YouTuber なんて結構増えてきましたよね。僕が多分、そういったの始めた時よりも全然増えてきてると思いますし、まあ、そういう中でも、僕はそのマッチングアプリ系の YouTuber の方たちをですね、全然こうライバルとか思ってなくて、もう仲間だなと思ってるんですよ、勝手にですけどね。勝手に仲間意識があるので、まあ、すごく応援してますし、昨日はですね、ゆうきチャンネルさんと、あと41歳のリアルさんがですね、まあ、ライブ配信で対談みたいなことやってて、それはもうね、見ましたね。はい。面白かったです。はい。さすがに僕もゆうきさんと、その41歳のリアルさんは、ですね、知ってますし、結構ね、見たことあるんで、特にゆうきさんはね、昔から知ってて、ね、よく見てたんで、はい。あと41歳のリアルさんはね、僕普通にすごく好きで、まあ見ることあるので、その二人がこう対談してるのがですね、僕の中ですごく新鮮で、はい。もう結構ずっと見ちゃいましたね。うん。ああいうの面白いですよね。まあ僕自身は普段はそんなマッチングアプリ系の動画って見ないんですけど、ただね、本当にこう、自分がそういったマッチングアプリ系とかやってたからこそ、多分そういった方のこう、まあ悩みというか、多分ジレンマというかも予想できちゃうので、だからこう、仲間意識というか、そういうのは勝手にですね、はい、あるんだろうなというふうに思うんですよね。やっぱ皆さん頑張ってますよね。はい。皆さんすごく頑張られてると思いますし、本当に、はい。なんだろう、勝手にそういった、まあなんか、すごいなんか、応援というかあれですけども、はい。僕の場合は、今はね、本当におかげさまで彼女ができて、彼女ともこれから、長くね、お付き合いできればなというふうに思ってるので、まあ彼女と、まあ、ずっといれるように、まあ、努力しながらも、まあ、YouTube は YouTube で、まあ、自分の本当にこう、YouTube ってやっぱね、なんかライフワークみたいな感じがするんですよね。
うん、本当ライフワークだと 思いますね。はい。もう自分の人生をですね、まあ自分の人生というか、まあ自分のプライベートをですね、結構さらけ出してますので、まあ、そういう意味ではね、本当にこの YouTube っていうのは、なんですか、すごく思い入れがあるので、これからも続けていきたいなというふうに思いますし、この YouTube を通して本当にいろんな方と知り合えたので、まあ、そういったことをね、すごくね、YouTube やってよかったなというふうに思ってますので、まあね、これからも一生懸命やっていければなというふうに思います。はい。まあ、今日はちょっとね、まあ僕のそういった、気持ちを、僕のそういった今のね、リアルな気持ちを、聞いてもらいました。ということで、もし、この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。今、本当トップを走っている YouTuber の方さん、仲間意識、まあ、だからこう、仲間意識というか、